ベルリン、ハンブルク、ミュンヘンに次いで4番目に大きな都市である。ノルトライン、イコールベストファーレン州とヨーロッパでは1、0000 00 00、2位以上が住む大都市圏の一つであるうちでは最大の都市である。ケルン市街地はライン側の両岸にまたがる。市内にはケルン大聖堂、クルナードムがあり、カトリック教会のケルン大司教の拠点がある。ケルン大学、 ウナバーサタートズケル・エヌは欧州でも最古で最大の大学の一つである。ケロンは一世紀にローマのコロニアとしての領域に創建された。ゲルマニア・インフェリオルの首都として462年にフランク王国によって占領されるまで地域の軍の司令部が置かれていた。中世、東西ヨーロッパを結ぶ重要な交易路の一つとして繁栄した。 ケロンは、犯罪同盟の主要なメンバーの一員で、中世やルネサンス期には、アルプス以北では、最大の都市であった。第二次世界大戦まで、ケロンは他にも、フランスやまた、イギリスの支配を、幾度か経験している。第二次世界大戦中、ドイツの都市の中でも最も多くの空襲を受けた都市の、一つで、イギリス空軍、RAF よって34,711トンの、 爆弾が都市に落とされた。この空襲の影響でケルンの人口は主に住民の避難によって95%減少し、市街のほとんどが破壊された。できるだけ多くの歴史的建築物を復元することを意図して再建の結果として非常に混じり合った独特の都市景観を呈している。ケルンはラインランドの主要な文化の中心で、 30以上の博物館と100以上の美術館を擁している。古代ローマの遺跡から、現代の絵画や彫刻など展示も幅広い。ではや、ゲームズコム、ホトキナなど多くの見本市が開催されている。ライン側の下半に位置しており、陸上、水上交通の要所である。重工業が発展する一方で、大デコロンの生産地でもある。 近隣の都市としては、約25キロ南に、ボン、10キロ北に、レーバー空前、35キロ北に、デュッセルドルフが位置する。空港は、ケルンボン空港を、西ドイツの首都だったボンと共用している。紀元前39年、ローマとの合意に基づき、親ローマのゲルマニア人部族ウビー遺族が、ライン側の西岸に入植した。その入植地、オッピドムウビオールム。 ウビーイ、ジンの町、またはアラウビオールム、は、ローマ軍宿営地となり、ゲルマニア州における、ローマの拠点となった。紀元五十年、皇帝、クラウディウスの妻アグリッピナは、自分の出生地、オッピズムウビオールムを、ローマ植民地、コロニアに格上げするよう、要望した。こうして、コロニアクラウディア,アラ、アグリッピネンシス、またはコロニアアアグリッピネンシス、が置かれた。 後にこの地名は、アグリッピネンシスの部分は省略されるようになり、この後、呼ばれ原名の語源となった。アウグスタ・トレベロールム現、現トリイアに次ぎ、ローマ帝国のゲルマニア支配の拠点として、重要な地位を占めたケルンには、多くのローマ遺跡が見られる。80年には、水道橋が建設された。一世紀末には、アグリッピネンシスは、俗州下ゲルマニアの首都となった。 この当時の人口は4万5千人ほどであった。355年からサリー・フランク族、フランク族に属するサリー族が10年の間ケルンを包囲した。455年は最終的にケルンを落とし、これを首都とした。481年、クロビス一世はフランク族を統一し、メロビング朝、フランク王国が成立。首都はトゥルナカム、ゲン、トゥルネー。 ローマからは、キリスト教も早くから伝播した。ケルンには4世紀に、司教座が置かれ、後8世紀末には大司教座が置かれることとなる。ケルンの初代主教は、マテルヌスと言い,い、ケルンに最初の大聖堂を建てたと言われる。794年に、最初の大司教が任命された。ケルン大司教は、サクソンやフランクの宮廷で王の助言者となった。 大司教座の置かれたケルン一帯は、ケルン大司教に帰属する宗教療法となった。大司教座附属学校が置かれたケルンは、政治のみならず文化の中心となる。特にドミニコ会が置いた、ケルン大司教管区の進学大学では、アルベルトス・マグヌスや、マイスター・エックハルトなど、中世の重要な思想家が抗議した。マイスター・エックハルトによってケルンはドイツ。 神秘主義思想の発展に大きく関わることとなる。13世紀に入ると、都市の市民とケルン大司教の間で、たびたび緊張が生じるようになった。1288年にケルンが自由都市の資格を得ると、ケルン大司教はケルンからボンへ住居を移し、1821年までケルンに帰ってこなかった。30年戦争後、一時期水日を見た。 ケルンであったが、その後次第に復興し、19世紀にはケルン大聖堂の増築と完成を見るに至る。ケルン大聖堂の完成の大きな要因は、ヨハン・ボルフガング・フォンゲーテにより将来されたゴシック様式の見直し、いわゆるゴシックリバイバルである。しかしこの動きは、必ずしも宗教的権力の強化を意味しない。フランス革命後の世俗化傾向は、 先定抗制度の廃止のみならず、宗教療法としてのケルン大主教座料の廃止に帰着する。イゴケルンはライン川流域の一世俗都市として商業の中心地として繁栄していく。1794年、ケルンはフランスに占領され、1801年のルネビルの和訳で正式に併合された。しかし、1815年のパリ条約でケルンはプロイセンに割上された。 1848年、エンゲルスとマルクスは、ケルンで、急進的な新聞、新ライン新聞、ノイエラ・イナシャ・タイトゥングを発刊した。1880年に、ケルン大聖堂が完成した。第一次世界大戦の後、1926年まで、イギリス陸軍ライン軍団に占領された。ベルサイユ条約で、ラインラントの非武装化が定められたため、1917年から、 ケルン市長になったコンラート・アデナウアは、古い城壁を取り払って、緑地帯にし、ケルン大学を再建、フォードやシュトロエンなど外国企業を誘致し、メッセやドイツ最初のアウトバーンを建設して、ケルンをドイツ一の産業都市として振興した。第二次世界大戦に際しては、激しい空爆を受けて、ケルン市内の9割の建造物が破壊された。1945年3月からは、 市内に立てこもって抵抗を続けるドイツ軍とアメリカ合衆国軍との間で激しい市街戦取り3月5日陥落した。しかしケルン大聖堂だけは奇跡的にも完全には崩壊せず絶望の淵に陥っていた市民に希望を持たせた。その後ケルンは復興を果たし今日へと至る。2015年にはケルン大晦日集団性暴行事件が起き、 ドイツに衝撃を与えた。ケルン市内中央部は第二次大戦の空爆と市街戦によりほとんどの建物が破壊されたため、市街地は1950年代に戦前の通りの名や建物を受け継いで再興された。いくつかの戦前の建物も残っており、市内の名所となっている。ケルンではラインラント地方と同様に歴史的にローマカトリック教会が多数派である。 ラインラント地方のベルギッシュラントの一部とニーダーラインの一部の都市デュースブルクとメールスは、いつ福音主義協会、イークドに加盟している、ラインラント福音主義協会が多数派である。2014年末の統計によると、ケルン市民の36.3%、約420.000人ケルン氏のみが、ローマカトリック教徒であり、15.9%、9 約299.000人ケルン氏と周辺を含むがラインラント福音主義教会に属し47.8%がイスラム教、ユダヤ教等のキリスト教以外の宗教もしくは無宗教、無信論者である。1933年には約18.000人のユダヤ教徒のケルン市民がいたがナチス政権時代において 約8000人が殺害された。今日、ケルン市内のユダヤ教シナゴールには4850人超のユダヤ教徒が属している。イスラム教徒は、ケルン市内に約120.000人、約11%に居住しており、モスク、イスラム礼拝所が45箇所ある。さらに巨大なイスラム礼拝所の低組織が2009年11月7日に行われ、 建設中である。ドイツの他の大都市と同様に、ローマカトリック教会大聖堂があるケルンにおいても、キリスト教離れが進行し、宗教多元化状況が生じており、もはや、キリスト教は絶対的な存在ではない。なお、ケルンで、福音主義信徒が市民権を完全な形で認められたのは1797年であった。ノルトライン。 イコールベストファーレン州の州都であるデュッセルドルフとケルンの間には激しい地域の対抗心があると言われている。対抗意識にはカーニバルのパレードやサッカー、ビールなどがある。ケルンの人々はケルシュを好むが、デュッセルドルフの人々はアルトビールを好んでいる。ケルンであるとデュッセルドルフでケルシュを注文すると軽蔑や嘲笑を受ける。 このライバル関係は愛憎関係として表現されている。他の市町村との合併を通じて、ケルン氏は以下の都市とも姉妹都市関係にある。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。